1秒に1枚だったので、サンプラーホーンが実際地面に接していると見える画像が1枚だけだったんですけども、その瞬間にはちゃんとホーンが少しこう変形をして動いているというのが見えて。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ウェブチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、3月の5日なんですが、JAXA 宇宙航空研究開発機構が記者会見を行いまして、先日のはやぶさ2のタッチダウンの運用の結果の、報告の会見がありました。で、今回の会見は、ちょっと2部構成ということで、前半で、タッチダウンの、運用の結果はちょっと後に回して、今後の運用方針ということで、今後ですね、予定をこう発表されたわけなんですけれども、今回のタッチダウンの成功を受けてですね、資料が十分に採取できただろうということで、はやぶさ2は都合3回まで、はタッチダウンができる能力を持っているわけなんですけれども、3回をまでやらなくても、十分に資料が取れたということで、取れたと判断して、3回目はやらないということになったようです。今後ですね、その2回目のタッチダウンに向かって、クレーターを作って、でその中あるいはその周辺、またあるいは別の場所を2回目のタッチダウンの場所に使うそうなんですけれども、まずはですね、3月の6日からその2回目のタッチダウンに向かっての、候補地を絞るための観測を始めるそうなんですけれども、1回目のタッチダウンの成功を受けてですね、今までは、100メートルの範囲の中に、大きな岩とかがなければその候補の場所にするという絞り方をしてたわけなんですけれども、さあその100メートルの範囲だとその中にやっぱ大きい岩がこういくつかあって、どうしても NG になってしまうというのがあったんですけれども、1回目のタッチダウンの成功を受けて、よりこう狭い範囲で、精密なタッチダウンができることが分かったので、その候補地を絞る段階でもうその最初のこの輪をですね、非常に狭い範囲に設定すれば、より多くの候補地が見つかるんじゃないかということで、で3月の6日から8日の間にその別の場所のタッチダウンのための情報を取得をして、である程度絞った段階で、3月の20日から22日にその絞った場所をこう精密に観測をして、で、決定ですね、衝突装置を当てる場所をまず決めるということで、4月1日、4月に入ってからその週に、いよいよ衝突帯によるクレーターの作成、形成実験と、まずはクレーターでこう表面に穴を開けるというところから始まるわけですね。4月22日の週以降で、その衝突帯によって作られたクレーターを、まずはその穴が開いた状態のものをまずこう精密に観測をして、で5月に以降、5月入ってからだろうと思われるんですが、いよいよこう2回目のタッチダウンでサンプルを採取するということになってますね。で今回の記者会見の目玉であるところの、はやぶさ2のタッチダウンした時のサンプラー方に向かってついているカメラの映像が今回初めて公開されたわけですけれども、このカメラはですね、当初、JAXA の予算だけではつけられなかった JAXA に対する寄付金によって、作られたカメラで、そのタッチダウンする時のサンプラー方の動きをこう直接こうカメラで撮影するものなんですけれども、まずは、静止をしているところから少しずつこう自由落下で、降りていきます。まだこれ止まっている状態ですけど、ここからぐぐぐっとこう下がっていって、ここからちょっとこうフレームが細かくなってきます。これは1秒ずつ1秒ごとに撮っている映像ですね。で
今表面にタッチダウンします。ドンと。でバーッとこう細かい破片がこう舞い上がってるんですけれども、まあ、細かいように見えて、中には1メートル以上の大きな石が、石というか岩ですね、岩が混ざって岩もこうまあそれでこう舞い上がっていたということです。まあ、本当に重力はこう小さくて、微小の重力なんで本当に少しの衝撃で、そんな大きな岩までこう浮き上がってしまうということですね。はい、もう設置している時にこう若干舞い上がったのと、まあ、上昇する時にこうスラスラバーッと吹きますので、それでもってこうバーッと舞い上がったものも中にはあるみたいです。でそのバーッとこう舞い上がった塵がですね、もしかするとそのはやぶさの底面についてるカメラとかにこう付着したんではないかということなんですけれども、そのカメラが受け取る光の量がちょっと低くなっちゃってるということなんですね。やはりそのスラスラ吹いた時にはやっぱり細かい塵がこう舞うと思うんで、それがこうまあ直接レンズには出てませんけども、そのレンズカバーのこの透明な蓋みたいなところにこうついてしまって、ちょっと光を受け取る量が少なくなっているということなんですが、まあ通常こう映像をただ撮る分には問題ないんでしょうけども、その重要な姿勢を制御するときなんかに使うときにちょっと、まあ、不安が残るということで、まあ、2回目のタッチダウンに向かってそういった姿勢制御も重要になってきますから、そのこともあって、その衝突帯をまずぶつけてクレーターを作る方を優先して、そのタッチダウンの方はまあちょっと、慎重にいいことを運ぼうということになっているようですね。はい、まあ、今回のこの映像が公開された時にはまあもう集まってた記者の皆さんもどよめきがこう起こってましたけれども、まあ、津田プロジェクトマネージャー曰く本当に素晴らしい映像だということで、もう今日参加された先生の皆さんはちょっとニヤニヤが止まらなかったようですけれども、でタッチダウンをした時にですね、こうバーッとこう舞い上がってる、まあ、細かい石とかもあったようですけれども、その舞い上がった石がいわゆるこう粒状、丸い粒状ではなくてちょっとこう薄っぺらい板状のものがこう結構多くこう舞い上がっていたということで、その小惑星リュウグウを作っている石とか岩の組成ですよね。それがどういうことなのかっていうのを、まあ、今後、まあ、いろいろとこう調べていくんでしょうけれども、まあ、何にせよ、まあ、今回はですね、そのタッチダウンの瞬間の映像を見ることができたっていうのが、まあ、一番大きかったですよね。はい、まあ、2回目の衝突帯を使ってクレーターを作って、そこからのタッチダウンによるサンプル採取の方も非常に楽しみなんですけれども、まあ、JAXA をはじめですね、関係者の皆さんには運用を頑張っていただいて、ぜひとも成功させてほしいと思います。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストから他の動画もありますので、よければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。